こんにちは。もらったのは他でもないの。私この哲夫さんと結婚しようと思うの。おめでとう。え、それじゃあ、おめでとう、未来。お兄ちゃんちょっと大げさ。大げさな僕かよ。大事な大事な妹なんだ。よろしく頼むよ。はい、任せてください。ちょっと充電してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。すみません。今よりちょっとだけ未来を生きる家族のささやかな日常を描くホームドラマである。第1話、機械仕掛けの恋人。でも驚いたよ。まさか未来がロボットと恋愛するなんて。人間が誰も働かずに住む未来、そんな私の理想を実現する一つの答えだと思ったんだけど。その誰も真似できない結論の飛躍、さすがは未来だ。よし、再起動するよ。鉄尾、よかった。未来、ここはどこ？なんかあった？いい、自分で見てみる。神田鉄尾くん、捨ててこい！運命の人様、ダメに決まった。捨ててこい！捨ててこい！ごめん哲夫、でも大丈夫。いざとなったら私が力ずくでも認めさせてやるから。お掃除しなくちゃ。え、哲夫？僕のせいですみません。すぐ元に戻しますから。あ、いいのよ。いや、ありがとうね。怪我されてないですか？大丈夫。
おお、早っ、さすが鉄男。これはどうして分かれてるの？こっちは未来の食べる方です。彼女卵が苦手ですから。あら、さすがよく知ってるわね。愛してますか？あら、ちょっとやめてよ、恥ずかしいじゃん。本当だよ。いいわね。ありがとうございます。哲男さん、何でもできるもんね。よしよし。父さん。おう、やつはまだいるのか？父さんは知らないかもしれないけど、ロボットは僕らが生きる上で欠かせない存在なんだ。今は人工知能もすごく進化してるし。だからってお前、ロボットと恋愛なんて。今はそういう人も結構いるんだよ。お父さん、鉄男に謝れ。何？こんな鉄くず捨ててこいって。鉄男傷ついてるんだから。鉄くずに鉄くずと言って何があるんだ。はあ、聞いてんの？え、常識が古い。なんだと？もしもお前が本気であんな奴と結婚したいって言うんだったら、おい、お前もロボットに改造してもらえ。その方が釣り合いが取れるだろう。父さん、大変！お父さん、早く！はい、どうした？おお！やめなさい、未来！止めないで！ここから飛び降りて、体を全身ロボットにしてもらうんだから。やめなさい、未来！私よ、会いに来るな！今度こそ行くからな。あー、ちょっと待って、一応言っておくけど、今の技術だと人間の体をロボットにするのは無理だよ。え、そうなの？うん、だから降りておいで。未来、怪我はない？うん、無事だよ。よかった。どうして彼女を愛してますから。鉄男、未来、僕以外の誰かと幸せになってくれ。いやよ、そんなの無理。あなたじゃなきゃ。
ロボットにも心がある。未来はそれを分かってたからあんなに彼を愛してたんだ。そうね。あんなに泣いてる未来を見たのも初めてだ。こんなことになるなら最初から認めてやればよかった。そんなに自分を責めないで、あなた。でも母さん。ただいま。私この拓也君と結婚しようと思うの。どうも、拓也です。うめえな人なの。ねえねえ。確かにロボットには心がある。しかし、サンキューです。なんだそれ。あいつにはない。でも可愛い。ありがとう。電子ペーパー？電子制御で色の向きを変えることができる。この家を出て彼女と同じ町に住もうと思うんだけど。それは困る。最後のデートせいぜい楽しんでくださいや。